ラマには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から親子をテーマにしたハートウォーミングストーリーをお送りします。ぜひお楽しみください。行けルート、行け行け、そこだそこだ、回れ回れ、行け、追い抜け追い抜け、行け。ビリかよ。まったく、ゆうとはかけっこダメだな。あの子頑張ってたじゃない。真っ赤な顔して歯ぎしりして一生懸命走ってたわ。去年もビリだったじゃないか。逆上がりもできないんだろ。本当にあいつは不器用だな。まったく、みんながみんな運動が得意なわけじゃないんだし、いいじゃない。でもあなた褒めてあげてね。きっと落ち込んでると思うから。褒めるっつってもな、何を褒めたらいいんだよ。小さい頃から勉強もスポーツもできて、何をするにも一番で育った主人。それだけに一人息子の優斗が不器用なことがどうにも歯がゆいらしい。運動ができなくたって優斗にはいいところがたくさんあるんだから、気にすることなんてないのにと思うけれど、息子への要求はいつだって厳しい。彼に辛く当たられるたびに、ユウトは涙をポロポロこぼし、お父さんごめんなさいと言う。そのたびに私はいたたまれない気持ちになり、ユウトが不憫になるのだ。せーの、もう一回頑張ってユウト。いけいけ、もうちょっと、ダメだ、僕できないよ。うんうん、ゆっくりでいいのよ。誰だって急にはできないんだから。今日はここまでにして、また一緒に練習しに行こうよ。さ、お家に帰ろう。晩ご飯はユウトの大好きなハンバーグだよ。うん、あら、パパからだわ。もしもし、あなた？うん、家に電話したけど出ないからさ。ああ、今ね、ゆうとと学校にいるの。学校？ええ、逆上がりの練習に来てたの。ああ、逆上がりか。どうしたの？こんな時間に。あ、うん、明日急な出張になってな。出張？珍しいわね、しかもこんな急に。そうなんだよ、参っちゃったよ。どうしたの？せっかく決まりかけてた商談だったのに、ちょっとミスっちゃってさ。そうなの、大丈夫？ああ、大丈夫だよ。会社でも一番期待されてた商談だっただけに、なんていうか、参ったよ。まあとりあえずそんなわけで、これから出張の準備しなきゃいけないんだわ。悪いけど着替えとか出しておいてもらえるかな？ええ、わかったわ。じゃあ気をつけてね。パパ、どうかしたの？うん、急な仕事でね、出張に行かないといけなくなったんだって。そっか。パパ、大丈夫かな？え？元気ないんでしょ？え？うん、うん、大丈夫よ。パパ、ユウトはとってもいい子でしょ？運動ができない分、この子は人の痛みがわかるのよ。この子はこれでいいの。ユウトが生まれる前、無事に生まれてくれればそれだけでいいって言ってたことを思い出して。ちょっとくらい苦手なことがあったって、この子らしく生きていくんだから。ほらユウト、見てごらん。ユウトとママの影が映ってる。ほんとだ。ほら僕、こんなに背が大きいよ。ママもジャンプ。ユウトの方がいっぱい飛べるよ。えい。わあ、すごいすごい。ユウトはすごいね。
パパが出張から帰ってきた週末の日曜日、優斗が、ねえパパ、逆上がり教えてと言い出した。逆上がり？ママと練習行ってただろう。まだできないのか。しょうがないな。パパはブツブツ文句を言いながら一緒に校庭に向かったけれど、これは優斗なりのパパへの励ましだって、あなた気づいてるわよね。もう一回、もっと思いっきり足で蹴り上げるんだ。せーの、ほら、もうちょっとだ。よし、行け。やったぞ。できた、できた。ママ、僕です。